ははい、こんばんばつきです今回の話はですねあの僕実は最近ですね TikTok 始めたんですねあの TikTok っていう、まあ、動画のサイトなんですけどあのこれねなんか小さいあの動画なんですねちょっとしたやつなんですけれど、まあ、それの,あの動画をねまあ上げててですね <laughs> まあ 遊び半分でやってるんですけどね、これね。はい。結構面白いんですね、この TikTok ね。はい。まあ、若者に人気のやつなんですけど、これも初めててで,ですね、まあ、あのー、見たい方はぜひ、その TikTok のあの、概要欄に T 僕の TikTok の、まあ、チャンネルのあの、まあ、URL 貼るので、その見たい方はぜひ、まあ、ご覧くださいね。はい。まあ、なんですけど、あと、 あとはですね、FC2 っていう動画があるじゃないですか。あれなんかアダルトのやつもあるやつですかね。まあ一般のやつとアダルトのやつがあるんですけど、まあ僕はあの一般の方の方を動画,ど動画で上げてるんですね。実はまあ今のところ2本しか上げてないんですけど、はい。まあその動画ではなんかちょっとね、あの、ディープな話しようかなと思ってて、はい。まあ YouTube ではちょっと上げられないやつを、 あげようかなと思ってて YouTube では言えないことを何か言おうかなと思ってて <laughs> それではいやろうかなと思ってるんですねまあその f c 2の動画まあそれも見たい方は <laughs> あの SC2 の動画の,、まああのチャンネル URL 概要欄に貼るのでまあ見たい方はそちらも <laughs> ご覧くださいね是非ねはい <laughs> はいまああとは <coughs> ツイキャスも ね、僕ツイキャスずいぶん前からやってるんですけどあんまり見てない人が来ないんですね <laughs> はい残念ながらはいつい最近もちょっとあのツイキャスでなんか配信したりしてたんですねはいまあ配信してたんですけどコメントもひたった一人しかはい来 <laughs> なくてなんか寂しいんっていうかコメントがないといっぱいないとやっぱり。 ちょっと話がしづらいっていうか何話せばいいのかがちょっと分からない時があるんですねはいまあツイキャスもねあの最近始めてるん始めてるっていうかやってるんでねはいこれからもちょっとツイキャスもね毎日ってわけではないんですけどたまに週に23回ぐらいやろうかなと思ってるんで、まあ、ツイキャスのあ、まあ、ツイキャスは随分前から URL 貼られてるんですけどねはい <laughs> まあそちらも見たい方は僕のツイキャス 配信見たい方はそちらもぜひご覧くださいね <laughs>、はい、まあ宣伝なんですけどごめんなさいね最近も僕 YouTube の動画ねはいあげてるんですけどまあそれだけではちょっと伸びないような感じがするんでだから、まあ、YouTube だけじゃなくて、まあ、TikTok とか SC2 の動画とかねはい <laughs> まあそれも、ね、YouTube 以外の動画でもや,やろうかなって はい、思っててやってるんですけど、はいまあ、TikTok は本当に楽しいですね。<laughs> はい。<laughs> なんかあれは楽しいです、はいまあ。YouTube より楽しいかもしれませんね。はい、まう、あ、一応 YouTube で動画上げるのも楽しいんですけどなんかそれねなんか TikTok は結構手軽に動画あれ上げ,る上げてて楽しいんですよね。あと <laughs> いろんなのがなんかある,あるみたいで。 はい、なんか歌とかねなんか、えっと。変な顔にするのもできるみたいで。<laughs> あれ面白いですね。はい。まあ本当、TikTok ね。はい。まあ僕、TikTok はね、あのー、最初は見るだけだったんですね。はい。<laughs> 見るだけだったんですけどあのその時、その時はですね、なんかやっぱ、なんて言えばいいですかね、動画を上げてもちょっとあれかなっていうのがあってですね、やっぱ、なんか TikTok っ10代に20代より10代の方に人気があるっていうか10代の方がなんか多いような感じがし,してはいだからちょっと僕28歳なんですけどこんな僕でも動画 <laughs> やっていいのかなと思っててはいまあ世間の TikTok って見てたら年齢がちょっと何て言うんですかねちょっと30代か40代の方とかもなんかいるみたいなんですねはい <laughs> ちょっとなんか ちょっと年齢の高い方もまあ高齢者ってわけじゃないんですけどだいたい中年の方とかもうんかやってるっぽくてですねはい <laughs> もうなんかああやってみようかなって僕は思ったんですけどねはいちょっと TikTok やっぱ10代に人気があるからちょっと僕がやるのもなんかちょっと違和感があったからちょっとあのやらないつもりだったんですけど もうこれから、まあ、TikTok もやってみようかなって <laughs>、はい、思って、思いましたね。はい、ごめんなさいね。ちょっと話、あれ、ちょっとめちゃくちゃになりますけど。まあ、今回はですね、まあ、TikTok と、まあ、S c ーツの動画、はい、<laughs> もうやってますよっていうことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。